カール・クリストファー・ランドリーは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州ミルウォーキー出身のバスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツなどに所属していた。ポジションは、パワーフォワード。206センチメートル、112キログラム。ヴィンセント高校を卒業後、バンセンの大学に進学。1年目の2002から03シーズンは、手の骨折で、シーズンの半分を欠場するが、 14.7得点8.7リバウンドを記録した。翌2003から04シーズンには19.6得点8.9リバウンド2.3ブロック、FG 成功率73.8%を記録し、ジュニアカレッジのオールアメリカファーストチームと、オールレギオンの最優秀選手に選ばれた。バンセンル大学では2シーズンプレーし、その後バリュー大学に転校した。 2004から05シーズンは18.2得点7.1リバウンド FG 成功率61.8%を記録しビッグテンカンファレンスのセカンドチームに選ばれたがシーズン終盤に膝を故障してしまい翌シーズンは回復に専念するため試合に参加できないレッドシャツとして過ごした膝を感知させ万全な状態で臨んだ翌2006から07シーズンは 18.9得点7.3リバウンドを記録。カンファレンス史上初となる3週連続カンファレンス週間 MVP を獲得し、カンファレンスのファーストチームにも選ばれた。大学卒業後、2007年の NBA ドラフトにエントリーし、シアトルスーパーソニックスから2巡目全体31位で指名を受けたが、後に将来のドラフト2巡目指名権との引き換えで、 ヒューストンロケッツにトレードされた。ドラフト指名順位、トレードの交換条件を見てもわかるように、ドラフト時のランドリーの評価は決して高いものではなかった。ルーキーイヤーとなった2007から08シーズン序盤は、ベンチを温める日々が続いたが、シーズン中盤から出場時間が増え始めた。特にエースセンターのようアキラが、 足の骨折でシーズン絶望となるとランドリーのチーム内での価値は飛躍的に高まりこのシーズンにロケッツが要はキラを失ってもなお記録したリーグ史上2番目となる22連勝の期間中にも2桁得点を連発するなどして大きく貢献したシーズン成績は8.1得点4.9リバウンドでオールルーキーセカンドチームに選ばれた プレーオフ一回戦のユタジャズとのシリーズでは、第三戦で、自身の前場と引き換えに、デロン・ウィリアムスのシュートをブロックし、チームの勝利に貢献したが、プレーオフ一回戦突破はならなかった。その後2010年2月までロケッツでプレーした後、サクラメント・キングス、ニューオーリンズ・ホーネッツを経て2012から13、シーズンはゴールデン・ステート・オーリアーズでプレーし、ペンチプレイヤーとして、 会心劇を支えた。2013から14シーズンより再びキングスでプレーし、2015年7月にフィラデルフィアセブンティーシクサーズに移籍。2016年8月31日に解雇された。2016から17シーズンを無所属で終えたランドリーは、2017年8月26日、CBA のキッズリン9代。 農村商業銀行東北トラ乱ラークラブと契約したニューヨークニックスボストンセルティックスでプレーしていたマーカス・ランドリーは弟ありがとうございます。